こんにちは、サタヒロです。今回はですね、ちょっとある面白い記事を見つけまして、カップヌードルにあるものを2つを足すだけで簡単に冷やし中華味になる裏技っていうのをね、見つけたんで、参考までに下にリンク貼っておきますけれども、どの家にでもある調味料2つを足すだけでカップヌードルが本当にね、本当に冷やし中華の味になるのかということで、今日はそれを実験してみたいと思います。で、まずこちら、はい、カップヌードル、これを買ってきました。で、他のやつでも試してみようかなと思って、サイトにはね、こちら麺作りの醤油味、これがめちゃくちゃ美味しかったって書いてあるので、これも一つ買ってきました。で、何を加えるか、ここに何を加えるかなんですけれども、まずこちら、じゃじゃん、じゃーん、こちらごま油でございます。まあ確かに冷やし中華といえばごま油の香りや、とごまだれだったりとかいろんなものかかってるから、これはね、納得でした。で、もう一つよ、もう一つがこちら、じゃーん、こちらお酢。まあこれも納得だわこれも納得、確かに冷やし中華って酢入ってるからね。でも、このごま油と酢を加えるだけでカップヌードルが冷やし中華味になるということで、それはもう試すしかないでしょう。で、僕めちゃくちゃ冷やし中華好きで、夏になるとよく食べてるので、ちょっとね、ここは厳しくね、審査をしていきたいと思います。で、作り方なんですけど、まあ、まずは普通にカップヌードルを作っていいのかな。本当に簡単なんで、入れるだけだもんね。お湯を入れるときに少し水を少なめ、麺がギリギリ浸るくらいで OK ですって書いてあるわ。ちょっと少なめにすればいいんだね。まあ、なんで少なめにするかって言ったら、後から氷を入れて冷やすらしいのね。だからその時に薄くなりすぎないようにってことかな。お湯ももう今日準備してあるから、すごい準備万端よ今日。で、こっちの麺作りも作っていきましょうかね。はい、まずカップヌードルこんな感じ。本当にね、ギリギリ麺のちょっとしたぐらいまでのお湯と、麺作りの方も全然、ちょっと光がね当たんねえから暗いんだけどさ、超ギリギリ、本当に麺のちょっと上ぐらいまでしかお湯入れてませんね。んじゃあとりあえず3分待ちましょうか、これでね。じゃあちょっと開けていきましょうかね。麺はだいぶふやけてると思うんだけど、でも火薬がね、見て、もうこんな感じなんだけどさ、火薬がね、全然ひたひたになってないよ。これ大丈夫かな。とりあえず麺をほぐして混ぜるって書いてある。麺をほぐして混ぜて一口食べます。はい、じゃあ一口食べます。で、ここに氷です。こちら氷用意してきましたね。これを、まあ、10個ぐらい入れるんだって。1、2、3、4、大丈夫っていうぐらい汁ないよ。もう吸っちゃってる気がするんだけど。麺作りの方はまあいい感じなんですけど、これさすがにやばいっしょ。全然汁ないんだけど大丈夫かな。あ、冷たくなってきた。あのね、容器がね、ひんやりしてきました。よし、そろそろいいかな。で、ここでこちらでございます。穀物酢とごま油の登場。これで、カップ1周分お酢を入れて、半周分ぐらいごま油を入れると、ちょうどいい。このためにお酢買ってきましたからね、今。はい、こんなもん。ちょっと多めに入れないとね。はい。あ、匂いはもう酢だよ、酢。もうすごい、部屋中に匂いが。で、ごま油。ずーっと。はい。ずーっと。はい。すごい！すごいこれ！匂いが冷やし中華だ。え、ちょっとびっくりしてる今。いただきまーす。なんで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 。まあ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 。マジで？すごいなこれ。あー。いや、これちょっとびっくりだわ。なってる。冷やし中華になってる。麺作りいただきまーす。すげえわ、冷やし中華すぎて笑うわ、これは。あ、マジじゃん。中途半端じゃないよ。マジ。さっき、一回しって言ったけど、お酢ちょっと多めに入れた方がいいかもね。ん？ごまだれ持ってくる。カップヌードルに多分ごまだれは合わねえから、麺作りの方はね、いける気がすんだよね。ちょっと汁を入れて、でですわ、ここにごまだれですわ。俺、ごまだれ冷やし中華の方が好きでさ、どうでもいいんだけど。あ、来た、あ、来てるこれ。これ来てる。うん、来てる。いただきます。もうそれでしかない。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。ちょっと衝撃だった。最初のね、展開的にはやって、うわまずで終わる予定でしたが予定でしたが、あまりにも美味しすぎてちょっとテンションが上がってしまったということで、ぜひ皆さんも興味があったら試してみてくださいということで、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
今日のコメント欄予想、そんなに食べたら太るよ。絶対書いてる人いるから。